お互いの好きな食べ物。スバルね、一つね、もう確実に好きなの知ってる。マジ？一番だよ、一番。あー、いや多分ね、うん、当たってるね。本当？ニラと卵の炒め物でしょ。いやそれニラじゃなくてあれだから、餃子ニンニクだから。あ、そう、餃子ニンニクと卵の炒め物で。好きだけど一番じゃないよ。え、そうなの？あんな楽しそうに語ってくれてたじゃん。いやいや、餃子ニンニクについて。美味しかった、めちゃくちゃ美味しかったけれども、うん、違うの、一番じゃないよ、残念でした。なんで、なんかじゃああれはあのなんかさ、あのなんだっけ、白菜と豚肉のミルフィーユ鍋。ねえ、なんかさ詳しすぎんだけど怖い。怖いよ。違うって、だからこれはさ、お粥がなんかこれ美味しいんだよって言ってすごい嬉しそうに勧めてくれるじゃん。まあそのね、あの家に来た時に一緒に食べたりね、食べたりとか通話でもさ、やばいんですけど、あれ美味しいんだよねってすごい詳しく教えてくれて、スバルもあ、これ美味しいんだと思って食べたりするから、覚えてんだ。覚えてるってこと。いや、半端ない。え、でも当たりでしょ。いや、好きだけれども。なんで当たりでいいじゃねえ。当たり当たりも怖いわ。なあ。パーネ、言ったことをちゃんと覚えてるって言ってよ。なんでそんな怖いって言うんだよ。だ、ね、いや、でもスバルちゃん記憶力いいなと思って、マジで。あ、ほんと、ねえ、ね、いや、みんなもね、人のこと覚えるの得意だよ。いや、ほんとスバルちゃんの前ではね、あの悪いことはしないようにしましょうね、皆さん。そうだよ、スバトマはね、ツイッター監視されてるからね。らしいですからね。おいおい、見てるぞお前ら、マジで。最近なんかよ、ツイッター見てるからな。怖えよ、うん、でそういうとこね、いいと思う、めっちゃ。ほんと？うん、そういうね、キャラ好き、僕。なんかおかゆに好きなキャラって言われてちょっと怖いわ、マジで。それなんかそういうさ、いつもこうニコニコ過ごしてる女の子が、うん、なんかちょっとした拍子に、え、知ってますよ、スバル〇〇さんはこういうご飯が好きで、何時何時何時何分に起きて寝てて、お風呂には2回入るのが癖なんですよね、みたいなシーン、めっちゃ好きだわ。なんかやばい工藤新一みたいなって。いやでもね、スバルちゃんのそういうキャラめっちゃいいと思うよ。僕めっちゃ押せるわ。やだよ、押せない。おかゆが押すとやばいんだって。いや、マジ押せる。いや、押せない押せない。いや、で僕がね、はい、じゃあもういいよ、次行こう。次な、いつまでこの話してんだ。次行こう、次。はい、じゃあ次行きます。プリンセスサブ